日本は低い移民率を求めるトランプ支持者たちにとって楽園だ。そして滅びゆく国でもある。ワシントンポスト紙にこのような記事が投稿されました。記事の内容は、日本では人口減少が続いており、空き家が全国で800万件、小さな町は死にゆくコミュニティになっていると指摘しています。また、ここ数年、高齢化社会が進んでおり、大人用おむつが幼児用おむつの売り上げを抜き、低出生率による人口減少の悪循環に陥っているとも指摘しています。この記事の記者は、最後に読者に対し質問を投げかけています。単一的な社会は衰えていくが、多様性のある社会は少なくとも繁栄のチャンスがある。あなたはどちらの方がいいだろうか。おそらく移民を受け入れないがために人口減少に苦しんでいる国がある。だから移民を排斥しているトランプ大統領は間違っていると訴えているのでしょうが、日本には未来がないという点にアメリカ人たちからは反論が続出しています。海外の反応。確かに移民の不足は日本の経済にとって有害だと思う。だけど日本に未来がないなんて意見には到底賛同できない。長い目で見ればアメリカより日本の方が明るい未来があるから。日本に未来がないということはすなわち世界に未来がないということだ。継続的な経済成長に固執している資本家の考えは違うだろうが、でも一般的には人口減少は滅びることにはつながらないよ。それに一つの国が人口減少の問題に直面した後に復活を果たした例というのは歴史的にいくらでもあるわけだから。この記事は人口は増え続けなければならないという考えを前提に書かれているように見える。私はその考えには同意できない。今東京で暮らしている私の考えは記者のそれとはだいぶ違う。私は2012年に学生としてアメリカから日本に引っ越した。言い換えるとヘルスケアが脆弱な国から頑強な国に、治安が悪い地域から犯罪がほとんど起きない大都会に来たということ。日本の文化を全て分かってるわけではないけど、ここで批判されている日本の移民制度のおかげで私は日本に滞在することができたという事実を指摘しておきたい。面白いね。日本文明の誕生は1000年以上前に遡る。日本は滅びんよ。問題に直面した時にはそれを解決していくさ。今までずっと日本がそうしてきたようにね。典型的なリベラルによる禁止的な見方だな。確かに日本の人口は減っていってるが、社会は安定してるんだ。この先移民を大量に受け入れれば日本のアイデンティティや団結力は失われるぞ。日本で10年暮らしてたけど素晴らしい場所だった。あの国の奥さんたちは活気に満ちてるよ。メディアが書くことを鵜呑みにしないように。日本は滅びつつある。そしてその理由は移民の受け入れが少ないからか。ワシントンポストにはもっと高い知性を期待していたんだが、最終的にはどこの国もなくなるからな。日本は社会が高齢化して人口が減少してるけど、多様性だけが正解じゃないということを示してくれてもいるんだよ。単一民族の国ながら大成功を収めた偉大な文明があるんだから、日本を日本のままでいさせてあげてくれ。多文化主義は本当に終わってる。アメリカは高い出生率と移民の流入によって人口が増えていて、その影響で経済も発展してるが、生活環境は崩れてるんだよ。経済発展と人口増加に頼ることなく安定した社会を手に入れる方法はないんだろうか。世界のほとんどの国で一番人口が多いのはネイティブだろう。文化や伝統を保存していけるじゃん。こんなに馬鹿げたワシントンポストの社説は初めて読んだ。アメリカは移民によって作られた国だけど、日本は日本人によって作られた国なんだよ。日本は自分たちの文化や伝統を守ろうとしている。それはいいことじゃないか。この記事、ナンセンスだわ。日本は移民を受け入れずに2000年間やってきたんだ。心配無用。それよりあんたの国の隣国を心配してくれ。つまり、移民を受け入れない国は滅ぶということだ。この記事は一読の価値があると思う。日本人のように勤勉で高い教養と能力を持つ国民でも問題に直面してる。やっぱり経済と明るい未来のためには多様性と移民は必要ということなんだよ。ベネズエラ人の記者が英語で日本に警告するわけね。移民を受け入れなければ日本は滅ぶと。日本は数千年間存在してるんだ。あなたたちの忠告なんていらんよ。日本は犯罪が圧倒的に少なく、世界が羨む鉄道システムがあって、驚異的なくらい国民が健康であることにも触れようか。日本は世界第3位の経済大国。その事実を考慮するとかなりうまくやってると思うが、僕は日本が経済面で成し遂げてきたことや文化的な影響力に敬意を抱いてる。だけど外国人に排他的な面は嫌いだ。そういったイデオロギーの面では遅れてる部分があると思う。
なぜ緩やかな経済成長が文化的な死につながるんだ？それに若者が仕事のある都市に行くのは自然なことなのでは？思い出してくれ。日本は企業のトップが何か間違いを犯した時、ちゃんと謝罪をして辞任をするような国なんだ。日本みたいな単一民族の国だからこそそういうことが起こり得るわけだろ。これはアメリカの地方で起きてることだね。人口が減って住宅の価格も下がり続けてるんだ。家が安いなら買えばいいって？買ったところでその地域には仕事がないんだよ。さらに公共サービスの低下で生活の質も下がり続けてるし。日本、ドイツ、イタリアは世界一高齢化が進んでるんだよな。日本の未来は明るいよ。国民の一般的な考え方が優れてるから。日本に移民が少ないのは移民が独特な文明に適応できないからだ。あの国ではルールは絶対的なもので、そこにカオスが入り込む余地はない。この記事は反日プロパガンダじゃないか？いや、俺は今まさに日本で暮らしてるんでね。ネット上にはあらゆるプロパガンダが垂れ流されてるから。この記事に書かれていることは正確よ。研究のために日本から来てた夫の同僚がはっきりと、そして悲しそうに言ってた。僕たちは子供を作りません。日本には未来がありませんからって。アメリカも目を覚まさないと。日本には間違いなく未来があるさ。一方のアメリカは後進国に転落するだろう。エリート以外はそういう社会での暮らしを強いられることになるよ。去年日程を伸ばして奈良に滞在したんだ。6世紀から7世紀に建てられた世界遺産を目にできた僕は幸運だった。日本はアメリカが建国される遥か前から存在する国だ。そんな国に未来がないなんて信じられない。この記事は半信半疑で読むべきだろう。実際には反日ではなく反単一性じゃないかね。日本に未来はないって？彼らはロボット工学とかの面で世界をリードしてるんだぞ。日本はこれからも大丈夫さ。移民を排除することはまさに亡国への道だぞ。日本人は教育、知識、文化、芸術を重んじてる。自然だって大事にしてる人たちだ。トランプ大統領とはだいぶ違うと思うけどな。ベネズエラは今他の国を批判してる余裕なんてないはずだが、トランプさんは移民を排斥してるわけじゃない。反対してるのは移民じゃなくて不法移民なんだよ。日本